吉田さん、お金の勉強のライブをしてると、来ましたよ。お金が全てじゃないでしょう、うん。その通りですよね。はい。で、あのー、サムネイルに関しましてですけども、マトリックスレザレクション知らなかったです。<laughs> どんな映画がスタートするのかも知らなかったですね。マトリックス始まるんだ。だったら次のシリーズはやっぱりそれに合わせていきましょう。私もこのカスタムサムネイルをマトリックスで、じゃあ攻める意味が出てきましたね。え実は何も狙ってなくて、 まあ、サムネイルぐらいつけとくか、みたいな感じでね。マトリックス、マトリックスアフィレットにちなんで、ちょっと作ってみたんですけどね、簡単にささっと。で、あのー、1000話ごとにサムネイル私も変えようかと思いました。ちょっと遊び心が出てきまして。1000話ごとっていうのがすごいでしょ。<laughs> うん。まあ、その他にもね、サムネイルちょっとつけてみようかなって気になってきたんですよ、最近は。ですんで、あのー、やりとり動画他の方とするやつは、とりあえず、うー、まあ、サムネイルつけて。であとね、あのー、ラフなやつは、 まあそのまま放置で。まあ軽くカテゴリー分けする意味でもサムネイルつけとこうかなって感じですかね。はい。でね、お金が全てじゃないっていう風な、まあこういった声っていうのは、もうね、本当にキリがないぐらい来てると思うんですよ、吉谷さんのところにも。もう答えるのもめんどくさいぐらいで、さあ当たり前だろうって感じですよね。だから私は思うんですよ。お金が全てじゃないんで、せめてお金のことぐらいはなんとかしとこうよ、みたいなね。うん。だから、人生お金が全てなんだったら、 それはもう人生をかけてお金についてねもうあるでもないこうでもないってそれこそ日々お金のことをやらないといけないですけどもでもお金が全てじゃないんでじゃあお金のことは早くクリアしてもう次の段階行きましょうってことなんですよねでそ即果塾の中ではお金の問題仕事の問題、えー、健康の問題恋愛もしくは人間関係の問題この4つを各カテゴリーでしてお届けしております、まあ、だから678月は恋愛の話をしてたんですよ3ヶ月かけてでその時には まあ恋愛についてねいろいろとお問い合わせをいただきましたけども結局男は若いい女のの子が好きなのねっていう声もありましたこれがまさにね年の差恋愛をおすすめしている私のところに来たメッセージとしてはお金がすべてじゃないのと結構似てるなと結局若い子が好きなのね <laughs> その通りでございますすいませんけどもあのー、若い人と若くない人どっちが好きかって言ったら若い人の方が好きです、ね、男性は女性に対してそう思ってます で、反面ね、あの、年収が高い男性と年収が低い男性、どっちが好きですかって聞かれたら、これ、低い男性が好きっていう人はなかなかいないと思うんですよ。それと同じようなもんだと思っていただければと思うんですけどもね、はい、そのお金が全てじゃないというお話なんですけども、お金の勉強ということでね、シリーズをやってるとお金が全てじゃないんだろうと言われますんで、うん、だからね、あの重ねて言いますけども、だからなんですよ、お金のことは早くもうね、クリアして、もう、お金のことで悩まないようにすれば、 次は健康のこととか、家族のこととか、恋愛のこととか、人間関係のこととかね、仕事のこととかに、ちゃんと意識を向くんじゃないですかってことなんですよ。問題はお金の問題すら解決しないのに、仕事がどうだとかね、恋愛だ、結婚だとかね、それから健康だとか言うと、まあ、これは、あの、まあ、どれからやってもいいんですけども、じゃああなたはお金以外の何をもう任期満了したんですかって話になると、あれもこれもできてないっていうことになるでしょ。うん。だからやっぱりね、 お金のことっていうのはあの商品作って集客して販売すれば終わりなんですよ本当にそれで終わりですか本当にあとは価格をいくらにするかだけで自分の資産っていうのはもうみるみる増えていくし大げさに言ったら GDP もどんどん増えていくんですよだからこの日本という国でみんながみんなねあの1週間に20万とか30万の商品が1本売れるようになったら GDP はボワッと膨らむんですよでも自分で商品作って自分で商品を売るみたいなことしないわけですよね うん、で、そうなると、結局は、一部の人が積み上げた利益をみんなで分配するみたいな、株式会社みたいな、ファミリー型の働き方になっちゃうんですよ。それが悪いとは言わないんですけども、大量消費、大量生産の時代には、それがね、すごく功を奏しましたから。でも今、個人が求められる時代で、独特なものとかニッチなものとか、他にはないものが求められてる時代だし、他のものを求めてるでしょ。代わりが効くものを求めてるわけじゃないでしょ。そういうのは、どんどん過渡競争になって、あのー、百均みたいになっていくわけですよ。 それこそコップってものがありますけどもコップにはもう本当その機能を果たせればいくらでもいいよデザインもどれでもいいよっていうことになるとものすごくね安いものが二足三本で売られるっていう過当競争になってくるわけですよでもこれじゃなきゃダメになったってものは相変わらず高いのつけてるわけですよ例えばね、まあ、お財布例にとりましょうこれエンポリア・アルマーニの財布ですけどもこれは値引きして売らないんですよ低価なんですよいつも新作がいくら出ても もちろん、あの、型落ちして、バーゲンみたいなのありますけども、基本的には、じゃあ、スタートの価格が1000円とか、で、財布という機能を保てれば何でもいいよって感じで、100円均一売ってるわけじゃないんですよね。本当お金をただ入れておくって、機能だけ見るんだったら、そのダイソーの1000円、100円か、100円の財布で十分なんですよ。うん。でも、こうやってアルマーニっていうブランドは独特なんですよね。この革質とか、使い勝手とか、手触りとかね、それからこのロゴとか。 そうやって他に変わりがきかないいわゆるね自分をブランドにすることによって、えー、価値を高めることもできるしきっとね私はこの日本っていう国に住んでる人は誰もが自分ブランドを作れると思うんですよそれこそ1億人いたら1億ブランドあってしかるべきだと思うんですよでお互いがその個性とか独特をユニークなところをね尊重しながら 買ったり売ったりすればみんなニコニコじゃないかなと思うんですよ。それこそ月収100万の人が100万円使って隣の人も月収100万にするっていう関係がぐるぐる回ればいいわけでしょでも自分が使い惜しめば使い惜しまれたお店も商品も売れなくなるわけですからそこで働いている方とかそこをプロデュースしている方も見入れが少なくなって結局よそで使うお金が減るってことなんでこれがデフレの循環なんですよもちろん精度が悪いっていう問題もありますけども精度が悪いなら悪いなりに最善を尽くしてどうやったら 私たち民間の力でその制度をぶち破っていけるかなっていうことをもう持続で示してもいいと思うんですよ。ほんと誰がホームラン打っても全然いいわけですからね。それが、なんか送りバントのサインが出てるからってね、いつも送りバントしてちゃダメなんですよ。送りバントっていうので、二塁打とか三塁打ー打てないですからね。ということは、自分の一生に一度の打席だと思ったら、送りバントのサインが出ててもね、それこそヒッティングで空振りしてもいいから、ぶん回していった方がいいかなと私は思うんですけどね。いかがでしょうか。では、いってらっしゃい。